後の酒蔵さんにやってきました。はい、楽しみだね。もうカオリンがね、待ちに待った、あの蔵でございますね。そうなんです、ね、マスミなんです。私があのね、初めて日本酒が好きになったお酒でもあるし、うん、マスミがないと今ここには私来れなかったんですよ。あ、もうね、着いたよ。ここだよ。せーの、ドドーン。わーわー、あー、すごい。え、素敵。広い。ついに、カオリンの大好きなお酒。くーん、嬉しいです。行きましょう。レッツゴー。ごめんください。うわあの吹き替えの現場の後に先輩に連れて行っていただいたお酒がマスミ、そう、そこで飲んだ日本酒が忘れられなくて、そこから日本酒が好きになりました。どうですか？染み渡ります。うーん、あ、うまあ。これはやばいね。すごいね。うまいか。うまい。うまいね。うまいね。はい、ということで伊藤酒造に戻ってきました。いや、もういっぱい飲み比べしてきましたけども。ね、でもやっぱりマスミの時のさ、カオリンがね。いや、あれはね、お酒に酔ってる酔ってないとかじゃ関係ないのよ。うん、なるほど。本当に嬉しくって。うんうん、まあね、蔵は何箇所か行ったりとかしましたけれども、うんうん、伊藤酒造さんのこだわりを特に感じましたね。感じたね。ふうにゃん、どうだった？行ってみて。いやー、うん、やっぱ実際に体験するとさ、うん、また全然違うよね。うん、なんかさらに愛を感じたというかさ、うん、なんかね、うん、実際に私たちがやっぱりやってみることによって、うん、そういう皆さんの苦労を感じることができたというか、うんうんうん、よりね、日本酒を大好きになることができたかなって思います、うん。